近すぎてびっくりした叫んじゃったでもさめ絶対うれしかったと思うお化け役の人めっちゃもう多分あそこにいる誰よりも叫んだこんばんはそう4年ぶり4年ぶりの開催だよね ミュミュのことをななになんて言わないでなんて言ったおばけ笑っちゃうんじゃなかったっけおばけこんばんは楽しかったポッポ焼きとなんちゃらかんちゃらとか唐揚げとかめっちゃ混んでた今日もかわちありがとう。 4年に一度の行事いやなんか多分コロナ禍でできなかったんだよねきっとコロナ禍でめっちゃ人多かった前髪切ろうかすごい叫んだ本当にいっぱい叫んで。 楽しかった大人の入場料800円でお化け屋敷今回ね600円だってお化け600円でしたマナ <laughs> たちメンバーといったらそう帰りと帰りが誘ってくれて行ってきましたもう帰りもさ本当に腰抜かしちゃって帰る。 ほら帰りの声にびっくりしちゃうほんとにねだってやばいんだよマナたちお化け屋敷入るのに30分ぐらいかかった「<laughs> どうする入るよ」って言って「もう入るよマナは、ね、もう決心ついて入るよ」ってマナもちょっと結構「えどうする?」って最初なってたんだけど「もう入,入ろう」ってなったんだけど「ちょっと待って」ってなってとりあえずじゃあ あの屋台見てくるって言ってそれを30分くらいやってでなんかカエリのママパパもいたのママパパもいてなんか「一緒に入ろう」ってなってマナも「え入りましょう」ってマナは大歓迎だったんだけどカエリがね「いいからあっち行ってって <laughs> なってそうでほんとにやばかったよめっちゃ響き渡ってたマナと。 だって前に前の方で歩いてた人なんか後ろの人たちやばくないみたいな <laughs> 言ってて本当に超叫んだでもまだ動画撮ってないんだよね帰り撮ってたかないや絶対にお化け屋敷はマナと帰りに任せてほしい <laughs> 今後なんか収録とかあった時には本当にうちらへ なんか出た出た後に気づいてうちらってやばいねみたいなほんとに叫んで、ね、なんか小さいねお子さんお子供たちも入ってたのでももらたちほんとに入らなくて <laughs> えどうするってなってでもその時間も楽しかったけどね ドキュメンタリー映像にしてお化け屋敷えで,でもそれぐらいね結構叫んだ本当にめっちゃ叫んだしいっぱい美味しいもの食べたもう叫びすぎて喉乾いて本当にね大変だったの絶対う嬉しかったと思うお化けもう本当に誰よりも叫んだ自信あるこの明日で最後なのかな この3日間の中で絶対誰よりも一番叫んだこんばんはー <laughs> かき氷食べたかったな来年はかき氷食べようこんばんはーお化け屋敷は何年ぶり え確かに何年ぶりなんだろうマ、ま、な,なんかディズニーランドのタワーじゃホーンテッドマンションあれお化け屋敷歩く方は本当にえいつぶりだろうお化け屋敷小学生とかかな中学生とかかなあ高校生の時に文化祭で入ったわ高校生ぶりかも 明日の23時まで、あ、そうなの、明日までか。明日は公演です、私。かき氷何味が好きえ、いいちごいちごが好き。お化けも喜んでる。え、絶対喜んでたと思う。本当に。本当にそれぐらい、本当に叫んだの。<laughs> めっちゃめちゃ叫んで。お互いの声にもびっくりした。マナと帰り。 文化祭でお化け屋敷あった、ね、そうそうお化け屋敷それ以来かも今日も可愛いねありがとう <laughs> 今何時20分か明日はお昼公演なので朝何時だ OK 忘れちゃった明日早いので配信終わったらすぐお風呂入ります私 <laughs> 追いかけてくるけどどうでしょう それは入ってみてください <laughs> それとさ。生誕祭当てたいね、そう、明日から、そう、テロップにも書いたんだけど、明日から生誕祭の申し込みが始まるので、皆さんぜひ、生誕祭申し込んでください。二日、二日じゃない、嘘ついた。九日の日曜日来れる方は、ぜひ、間の押しじゃなくても大歓迎なので、ぜひ。お化けも腰抜かしただろ。え、帰りがさ、 本当に全然入ってくれなくて、お化け屋敷に。<laughs> 叫びながら戻ったもんだからさ、す本当にお化け屋敷人気だから周りにいっぱい人いるのに、すっごい入るまで叫んでたから、本当に注目の的で恥ずかしかった。<laughs> ものは、はい、入ってたの。でも全然来ないからどうしたのかなって思ったら、叫びながら <laughs> 戻っちゃって。 そ,うそしたらその受付の人に「大丈夫だよ」って言ってほ <laughs> んとん全員見てたもん周りの人笑ってた <laughs> そうだから本当になんかカメラマンさんいてほしかったかも「投げるよここだけの話」お「お嬉しい生誕祭ぜひ来てください皆さん」 よろしくお願いします。こんばんはー、かんばら祭り行ったら、そう、かんばら祭り行ってきた。四年ぶり、四年前もね、メンバーと行った。<laughs> こんばんは。カメラ回して絶対おもろいやん。んいや、絶対に再生回数。三万ぐらい。<laughs> 行 <laughs> ったんじゃないかなってぐらい本当にやばかったなんか自分で言っちゃうけどさその作った人とか絶対嬉しかったと思う者たちの反応たパ焼き買って歩きながら食べてた帰りお家で食べようと思ったんだけど全部歩きながら食べちゃった <laughs> 10本入り買ったんだけど全部食べちゃいました 生誕祭を応募する。当たりますように。お嬉しいやったー待ってるね。生誕祭。生誕祭楽しみ。当選頼む。頼む。ね嬉しい。みんな生誕祭ぜひ応募してください。今配信見てる方全員。かえりちゃんは4年前にチカとみえお化け屋敷誘って断られたんだ。<laughs> そうなんだ意外。あ、でもみえ確かにお化け怖、嫌いそう、お化け。 まだ4年前はお化け屋敷あること知らなかった生誕祭も申し込みし明日も公園行きますお嬉うしいやったねもうみんな当たってほしいな4年前もいろんなメンバーが行ってたえ去年はねまだちっちゃいもんと遭遇したけど今年は遭遇し,してない誰ともメンバー ダイエットも遭遇してないポッポ焼き食べ始めたら止まらないよねえそうしかもまだ帰りとなんてずっと喋ってるからさもういつの間にかなくてもう一本食べようと思ったらもう袋が空でえっと思った教 <laughs> えてくさ応募するよえ嬉しいありがとう嬉しいはサイリームもありがとうございますもし 生誕祭入れたらマナちゃん楽しいで千円送りますね嬉しいありがとう明日もマナコール大き大きくよろしくお願いします生誕祭の前に明日昼講に行くおおありがとう待ってるね四月は予定たくさんありそうだけどこ日投げたい気持ちあるねこ日来てよって言ってるじゃん <laughs> この前応募してくれるって言ってなかった来て でも7月はもうね、リハとかももうもうそろそろ始まるんですよ、実は。結構、そう。7月は結構、すごいスケジュールかもしれない <laughs>。でも、頑張ります。みんなで。お化け屋敷の3人に迷路もあってね。そう、迷路もね、行ってみたかったけど、ちょっともうお化け屋敷で体力使いすぎて <laughs>。 もうこれは無理だってだってもう二人してでもうこんなこんな状態 <laughs> もう戦慄迷宮って書いたらどうなるんだろうおまらたちやばい,いなくなっちゃうかももう迷路 <laughs> 迷っちゃって戦慄迷宮の富士急の相場屋敷あるじゃんめっちゃ怖いって言うじゃんあれ入ったことまだ富士急時代行った時ないから お化け屋敷入った時ないんだけどあれ怖いんでしょ入った人いる教えてほしいどんな感じなのかサイリウムありがと応募していいかなえ応募してよ生誕祭だよね応募して見つける言ったからには <laughs> 言ったからには座っててね座ワミスワ立ち見スワミ,スワミ,ミ,スワミ <laughs> どっちかにいてね明日の夜公園行きますおマナのサイリウムだよね <laughs> そうだよねサッカーの帰り道に周りんサッカーの帰り道に祭りの近くを通ったら人がすごかったあ今日サッカーだったんだだからなんかあのねユニフォームじゃ何ていうのあれ T シャツっていうのなんか着てる方がいっぱいいたからなんかそっか試合だったのかどんな味するんですかポップ焼きかななんかポポ焼き黒糖の味しない気のせいかなでもすごい生地がねもっちもちで本当に美味しいの。 ん毎日食べたい NGT ホーテッと CD 注文すれば韓国でも購入できるそうです <laughs> ちっちゃいよカムさんみな嬉しい韓国から購入してくださるそうですイエーイ <laughs> ハット<ツ>明日は雨大丈夫みたいだから良かったねえ良かったまたさあコンビニで傘買うことになることだった <laughs> 公園しばらくないかもねえどうだろうねどうなんだろうでも結構9日まですっごい刻んでるよね公園だって四月でも 246?24689 だっけ結構刻んでない <laughs> 24689だった気がするリバイバル公演 でも結構ずらーっとリハが入ってきていてその他にも結構ねいろんなことがあ,るあったりするので確かに公演ねできないかもね公演したいけど明日の受付開始に向けて申し込み準備運動ばっちりです運動してるの申し込みにありがとう運動してくれてあなたたち特殊なのよ私たち 特集遊びに来たよありがとう浴衣で行ってない生誕ーー祭の後に真直しの人たちとご飯行きますええー、そうなのいいねなんかさそういうのほっこりほっこりエピソードめちゃめちゃなんかファンの方同士で仲良い,いエピソード聞くとすごいほっこりする <laughs> 行ったことあるけど絶叫マシーンしかならんええー、そうなの絶叫マシーンってタカピシャとかそういうやつだよねそういうやつ やっぱり愛ラちゃん青い服が好きなんだねそう青今日はこれ来た先日名器は本物の廃病院をええー、ああそうらしいよねもともと本当に病院として使われてたところなんかお化け屋敷としてね使ったって聞きました試合はアルビが勝ちましたおおめでとうございますどこだったんでしたっけ対戦相手は茨城じゃないですよね 茨城だったらなんかさ、ど、難しいよね。どっちを応援していいか、みたいな <laughs>。複雑な感じですね。新潟も応援したいし、茨城も応援したいし、みたいな。明日から生誕申し込めるの知らん、知らんかった。危なっ明日から、よ、うん ?2、二日から4日までだよね。確か生誕。なんか教えてもらった気がする、そうやって。まなちゃんのほっぺ。と、どっちがもちもち。それは私のほっぺ <laughs>。て。同じぐらい。 生誕祭絶対入るぞ絶対入って生誕祭わーハートたくさんありがとうまなちゃんの配信元気になるえー嬉しいじゃあこれからたくさん見てね配信毎回配信見てね6 <laughs> 日はなかったよあっ6日ないかこんばんは「戦慄迷宮」は結構ブリュームあっておもしろい,面白いよ多分絶叫すると思ういやもう今日で今日で本当に絶叫しまくっちゃったから「戦慄迷宮」なんてもう声出なくなるかもま菜 本当に、本当に怖かった、とか <laughs>。あの、終わった頃に、てか、まだリタイアすると思う。なんかさ、芸能人の方とかってさ、なんか一人で、テレビのあれでさ、一人で入ったりするじゃん。絶対無理、戦慄迷宮なんて。今日のも無理一人じゃ。まだ帰りいたからさ、 いあの行けたけどでもます明日筋肉痛になりそうまな帰りのことこう引っ張って引っ張ってたからさ <laughs> 筋肉痛になりそう,うハートたくさんありがとう他の公演無視してセーターさん一本で待機おおね当たってほしいこんばんは明日からセーター受付マ菜、ま、ちゃん推し当たりますようにえ申し込んでくれますよね <laughs> あれ自分の当選も願わなくて大丈夫ですか 私は大歓迎なんですけど28日の六本木あフェスねえ出れますように私お願いみんなも願って冷ましてで出れますようにまなちゃん出れますようにって願ってみんな出たい広島あアルビレックスさんの対戦相手おめでとうございます マナタン出るなら六本木申し込もうかとね本当に出たいのマナもみんな願ってマナちゃん倒しだから配信楽しみそうだよね単押し単押しだもんね単 <laughs> 押しマナメール届いたおっ早いよかった怖いもの強そうに見えるけどいやなんか映像系は大丈夫なの でも本当に自分で体験するお化け屋敷は本当に無理なのお化け屋敷は無理映像の怖いやつは大全然もう一人で見るんだけどよくでも自分がいざ歩いて体験しましょうってなるのは無理あフォローしてくれてありがとうどうしようえ生誕祭もう迷わずに申し込もうええ <laughs> 待ってるね お見送りでどうしようって言った人ですって言ってね。<laughs> 待ってる。サマステは26日だよ。7月 26? 照れますように。近くの神社でお祈りしてくるわええー、優しい。申し込みは十八明日の18時から4日の12時までなので忘れなくだって。こちら、チェックチェック。七夕の短冊に書いとくね。え七夕七日だよ。7月7日だよね。た、七夕。 そっかもう七夕かなんかさ七夕といえばまだ給食で出る七夕ゼリーめっちゃ好きだった七夕ゼリーって言ってなんかどういうのかちょっと忘れちゃったんですけど <laughs> 美味しかった覚えがあって好きですちょっとどういうのか忘れちゃったんですけどこんばんはお化け屋敷では結構叫ぶえめっちゃ叫んだよ今日言ったけど誰よりも世界で一番叫んだいや 帰ると同じぐらいだから、半分半分で叫んだ。世界で。26日出たら紫さえないけど、フィルム貼って振りを、えそうなのありがとう。嬉しい。呪音とか見れるえ、なんか映像は本当に余裕なの。映像はね。でも、お化け屋敷はちょっと話が違う <laughs>。こんばんは。びっくりさせるの苦手なのかなえ、なんか、真っ暗で、音もでかいのはちょっと無理かも。 ごめん兵庫県だから無理断られた <laughs> 断られた兵庫から来てほしかった星とか入ってるやつあそういうやつかも七夕ゼリーこんばんはやばいもうお化け屋敷で叫びすぎて普通の声がどんぐらいのボリュームか分からず今めっちゃ大きいかも声どうしようそっちの方が聞きやすいかみんな <laughs> いいか 叫びええ確かに今の、ね、あのお化け1体だけこうやってなってた <laughs> そうだなんか何体かいて3体目ぐらいの方かな2体目が3体目の方「わ!」って言ってマジか「キャ!」って言ったらこうやってなってた <laughs> かわいそう驚かしてくれたのにさ驚かせちゃった逆に。 去年の VR 体験動画もろかったえっマナもやりたかったのあれ一回帰りと行こうとしたんだけど終わっちゃってた <laughs> 終わっちゃってたんです26日のサマステ昨日当選メール来たのでマナ、ま、ちゃんいることを願ってますえっ早くないサマステねなんかさ本当にみんなさあれだよねなんかメンバー発表してほしいよねほんと早くね そう思わないだって申し込みとかさ誰が出るか分からずさ申し込めなくない多分。なんなんでなんだろうね NCT だけじゃない発表されないのなんでなんだろうみんなかわいそうみんながかわいそう申し込めなくて何して本当にもう本当に叫んだの びっくりするぐらい自分でもねあのカりリが映像を撮ってたんだけどびっくりしちゃってえうちらこんな叫んでたのまさかのファイナリストライブの翌日とはまた確かにねえみんなえー、まだも見に行きたいのファイナリストライブみんなね日野とレイちゃんとリリのねえ頑張ってほしいね 頑張ってほしいハイいンでストライブあくびが出てや <laughs> めっちゃあくびしてた時間帯が早かったら六分木行けたのになあれって何時からでしたっけ NGT の出番えもう出る人決まってるのかな 六本木どうなんだろう聞いてみようメンバーの誰かに確か9時ごろえ二21時結構遅いんだねサマステってあ十19時か <laughs> 19時かびっくりした7時か HQT と s k は出演メンバー書いてたのね本当に頼むお願い出れますように 会場は18時15分19時か7時か曜日がないえ何曜日だっけなんか平日な気がした二十何日だっけ忘れちゃった <laughs> 水曜日かなんか他のグループさんとかさ 結構16人だけど NGT って16人じゃないよね悲しい BNSTA <laughs> もメンバー発表されたえ NGT でもさ決まってないことあるのかなどうなんだろうね調整してるんかな7月26水曜日か出れなかったら上に奥に行く所存 所存で <laughs>。所存。水曜はいける日なのでよかった。お、よかった、それは。まちゃんの単独ステージだったりして、まさかの NGT を差し置いて私単、単体で出るってこと。サマステに弱すぎるでしょ。みんなお待たせとどうする登場したら。みんなポカーン <laughs>。なんでマラちゃんあ。ハートありがとう、たくさん。 出たいな冷ますてやばい明るい画かあもう今日さ寝れそうめっちゃ叫んだしいっぱい歩いたからさ寝れそうな気がする もろい足跡残す爪痕じゃなくて足跡残すんだマナ <laughs> 足跡残しちゃうんだ可愛い,いありがとうでで古澤マナ次のステージは古澤マナーやばすぎるまさかの喉乾いた喋りすぎて今日喋りすぎてっていうより 叫びすぎた本当に <laughs> ポンポンポーンって登場するまま祭りの焼きそば食べたくなった焼きそばね今日食べてないんだよねなんかなんだっけあれなんちゃらかんちゃら食べたんだよなんだっけなんちゃらかんちゃら焼きなんだっけな忘れちゃった思い出したら言います なんだっけ。え、そのステって二十六だっけ、もう、もう忘れちゃった。二十六で二十七がファイナリストライブ。あ、橋巻きかも。すごい、橋巻き。なんちゃら巻きかと思う。そうだ。すごい、それだ。そして六本木の。六本木の後の。 週末は東京流通センターでお嬉しいおしゃべり会だよねオフラインの嬉しいオフラインも皆さんお待ちしてます皆さんファイナリストライブえまだ、あ、なんて言ったポッポ焼きやんポッポ焼きも今日食べた歩きながら帰り道に食べて全部食べちゃったファイナリストライブが25でサマステが26かなるほどね こんばんは、寝落ちしてて、出遅れた。おはーん。雪じゃなく,なくて、巻きか、巻きだった。あ、な、何巻きだっけ忘れちゃった。箸巻きは箸に巻いておこる。あ、それはそれ、箸巻いてた。箸に巻いて食べてた。まな。それだ、それだ。バラと小判ありがとうございます。40分か。40分です。 みんな明日から明日の18時から生誕祭の申し込みが始まるのでよろしくお願いします早く髪伸びてほしいえー、でも伸ばそうか切ろうかまた迷ってきちゃった茨城にはそういう食べ物あるのえわ、ー、分かんないあるんじゃない <laughs> そういう食べ物って何何々巻ってこと 茨城のおり最近全然行けてなくてわか忘れちゃったな何があるっけ外れたらその、ま、外れない当たる <laughs> 当たるみんな当たるから応募してくださいパポ焼き食べてみたえ食べたことないの絶対食べて近くのお祭り4年ぶりにフルサイズ開催だけど L G T コンサートとかぶったフルサイズ開催ってあるのそうなの茨城のお祭りといえばいかにとかえー、そうなのなんだろうね茨城の茨城限定の出店あるっけでも今年行けたらいいな,なんかそれこそメイっ子とかとさ一緒に行きたいかも みことお祭り行ってみたいこんばんはあと花火大会も行きたいんだよね長岡とか行けたことない長岡の花火絶対見ておきたい新潟の長岡花火は絶対に見ておかなきゃダメこんばんは。 長岡花火ぜひ見てほしいね。絶対見たい長岡花火。でももう人やばそう。今年の夏は大忙しだけど行きたいね。え、長岡花火ってさ、何日だっけ何月の何日頃こんばんは。 8月かあ、八8月2日いい無理そうだなーニートさん無理だ無理やこんばんは今年も見れなかったでも仕方がないことです YouTube で見ようかな <laughs> YouTube のライブ配信とかやりそうじゃないないかな YouTube で見ようかな で YouTube で見ても綺麗そうなんか毎年ねここら辺結構何かしらがあって行けないんだよね長岡花火みんな行くの長岡の花火行く人感想を聞かせて行ったら いやこんばんは当選すればだけど生徒生いけそうですお嬉しい待ってるね <laughs> 新潟市は街中で花火が上がるよえそうなの bsn さん長岡花火特番でまなちゃんお願い <laughs> お願いします <laughs> ここでお願いします <laughs> YouTube もあるけど BS でも放送えるいやテレビね見れないと思うその時携帯でならさあでも携帯で BS って見れるっけあ,とありがとうございます明日は参戦じゃあマナのサイリーム振ってください <laughs> マナにこれを伝えたということはマナのサイリームを振ってくれるということですね長岡花火の日は仕事や お互い頑張りましょう <laughs> お互いに奥さんと長岡花火を見に行く約束はしてますなんで震えてるの何何ブルエ <laughs> それは六月の公演前日に新潟歩いてたら花火上がって感動したええー、何花火なんだろうね 花火みたいな花火大会も行きたい。花火大会なんてまだ、何年行ってないんだろう <laughs>。中、ほんと中学生。あれ、高校生の時行ったっけまだ。あれ、何にも覚えてない <laughs>。高校生の時まだいい行きましたっけ <laughs> 覚えてないわっていうぐらい行ってない花火大会。 外出先なので、またね、またね。わ <noise> っ<楽>サイビームありがとうございます。<music> 線香花火とかはしないの線香花なんか手持ち花火とかも楽しそうだけどさ、どこでやっていいのああいう花火って。まなし、オルグル、ナワイ、ナワイス、ーディーモえよ。オルグル、顔 燃えよ <laughs> 新潟祭り花火が上がるよ新潟祭りって何いつあるの <laughs> 茨城の代表的な花火大会といえば明らやけど行ったのかなえまだね行ってないのお仕事で行けなくて行,行ってない 家から綺麗に花火見れるんだ。ええー、最高じゃん。いいな八8月6日無理やな。<laughs> わかんないけど。うん、678? <laughs> いけるかもしれない。わかんない。もしかしたら。新潟祭りってどこでやるの行った時ないかも。 バレなければ安らぎ亭とかで花火できるかも。あ,あ、そうなんだ。安らぎ亭でできるの花火。26日申し込み忘れてた。東京のオフライン ?26 日って。あらー、お話ししたかった。今ってオフラインとかオンラインの申し込み始まってるっけ ?50 分だ。あ、安らぎ亭で上がるの。 新潟花火は6日だね無理やなそもそもコンサートが新潟祭りとかぶってるえじゃあ新潟すごい人多くなりそうじゃないすごい嬉しいね <laughs> 嬉しい嬉しい新潟祭りはバンダイと古町周辺でありますええー、そうなんだ マシモさんの顔がある CD はありますところでマナさんの顔がある CD がありますマナさんの顔がある CD? ジャケシジャケシもう出てるっけ一旦申し込み終わってあ本ほんとコンサートグッズどれがおすすめえうちはうちはうちは うちはゲットしてこんばんはあとタオルとかこうやってみんな写真撮ってタオル広げて <laughs> タオルとうちはとかあと何があったっけこんばんはでもなんかコンサートのうちはさ漏れてる気がするんだけどだからみんなゲットしてほしい来週からまた申し込み始まると思うあ本当？こんばんは やっぱりうちは必須,よ、ね、必須まな、あ、ちゃん今年の夏のスカート長いの短いのそこ気になる今日は長かったけどどうだろうもうちょっと暑くなったら短いのも履くかもわかんないけどマフラータオル見てまなちゃんの買おうかなって思ってたえ嬉しい見せてもう劇場とかにもさ持ち込めるからこうやって是非タオルとかさうちわとかゲットしてください メンバーはやっぱり白い T シャツの方を着るのかなえー、どうなんだろうね <laughs> どうなのでしょうか ?T シャツもぜひ着て参戦してください。まなちゃん、美脚だからなぁ。嬉しいなぁ。愛、ま、ちゃん、最近ますますかわいさ増してる気がする。嬉しいやったぁ。オフラインとかオンラインで直接聞かせてください。<laughs> 欲しがり。<laughs> めっちゃ欲しがり。直接聞かせてください。その、お褒めの言葉。 うちわは,は,は県民会館も暑いだろうから必須え、確かにあれ使えるしね、こうやって。有効活用できるし、いいじゃん。マナタンヤッホー直接は恥ずかしいな。なんで恥ずかしいの直接聞かせた、聞かせて。その方がより喜ぶ。だってさ、嘘かもしれないじゃん、文字で文字なんて。嘘かもしれないじゃん。直接聞くことに意味がある。 そういえば、まなちゃん、通り部の映画行ったりする。え、そうなの見たいの通り部の映画。だからさ、一人で見に行こうって思ってる。<laughs> 通り部の映画。一人で見に行こうと思ってる。まなちゃんの可愛さ、本当はもっとたくさんの人に知ってほしいよな。広めてよ。<laughs> 広めて。まなさん、まなさんの顔がある CD を買いたいです。まなさんの顔がある CD がありません。キャー どうなのありがとうほしいって言ってくれてかさんさみだ <laughs> なんでだろうお、プソよえー <laughs> 言うのはただだから行きましょうかえ来てよオフラインかオンラインで来て来て東京と新潟があるから。 ってーうちはのマナタン写真かわいいえ、漏れてる嬉しいゲットしてうちは直接伝えても嘘かもしれないやいや、表情でわかる <laughs> 表情でわかるもんねマナうん、ま、<laughs> そう直接でも倒しだよって嘘言う人いそそいや わかりますよ。本当に倒しの方はわかるし、倒しじゃなくて倒しって言ってくれる方もわかる。<laughs> 初訪問だって。嬉しい。ありがとう。コメントしてくれて。あったら俺も買う。え、嬉しい。買って買って。うちの職場ではまなちゃん有名だよ。え、広めてくれたのもしかして。嬉しい。じゃあみんな引き連れておしゃべり会とか <laughs>。 てくださいぜひぜひ正直まだもなちゃんの個別行ったことないとか言えないほらじゃあさっきのことは嘘なんでしょ <laughs> 直接言って日本人の方々軍内じゃるじゃよぐんないオフライン行きたいけど夏のおかきつそうえっんで楽しいじゃん 一緒に暑さ感じようよ一緒に <laughs> 楽しもうよう番ちのまなちゃんも当然カわチーやった俺もわかるいやわかるよねなんかまなちゃんの例ン行けばすぐわかるよマイキーの特攻服だからえじゃあ来てよ絶対絶対来て8月20日オフライン入金完了しました愛菜 <laughs> 楽しみお話しできるのいてっぶつけた机に待ってる可愛くなった嘘ウじゃないよじゃなきゃ今日コメントしてないよ嬉しい直接皆さん直接会いに来てください最近マ菜、ま、ちゃんの例に並んでる結構楽しいほら楽しいって言ってるでしょ <laughs> でもそれも文字だから本当かわからない 直接伝えて <laughs> もっと直接伝えて8月の丘もそうだったので長岡にしましたあ長岡もねそう今回行けることになって嬉しい8月11日会いに行くよ8月11日ってどこだったっけ長岡どこだったっけ疑い深すぎるそうです今日も可愛いいよありがとう マナちゃん可愛いから遊びに行っちゃうんだよな。嬉しい。遊びにいっぱい来て。まだレーンで、こうやってワクワクしながらみんなのこと待ってるので。でも会いに行かないと通り部の推し教えてくれないから、そうだよ。その時に、話そう。通り部。いて。またぶつけた。<laughs> こんばんは。長岡か。直接伝えるために東京オフライン取ったので、その時に伝えます。 嬉しいもう行動力素晴らしいやっぱ行動力って大切ですよねありがとう <laughs> こんばんは明日公演から今来公演とおしゃべり会はまた違います <laughs> こんばんは ママちゃん優しすぎてほんと毎回好きが増しちゃう。え、嬉しい。どん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 増して。行動って大事な、ね、いそう。大事。なんか、喋り会迷う、迷ってくれる人はいっぱいいるんだけど、ちゃんと会いに来てくれる人は、すごい。ラブ。<laughs> ラブ。話せないの。え、まだ、まだもうずっと喋っちゃうから全然本当に。 心に余裕を持ってきてほしい安心してきてほしいメンバーです私こう見えて58分でありがとう教えてくれてじゃあ一旦じゃあスクショタイムしよっかなはいスクショタイムカシャカシャクマカシャ猫カシャはい取れました こんな自分に優しいまなちゃん押しちゃうんだよなぁ。押しちゃって押しちゃって。じゃあ、団状見たいと思います。13位、アザラシクジランさん。12位、ルルナさん。11位、境沼修一さん。10位、シャルさん。9位、竹蔵さん。8位、ジャムのおじさんさん。7位、コ介さん。6位、パピコさん。5位、埼玉の俊さん。4位、しんさん。3位、親父ジー T は。 早寝のおじさんさん,さん。にたムむホワテいトさん。そして1位は、ちゃか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 じゃん。リサこさんでーす。イェーイ。パチ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 。ありがとう。かわち。イェーイ。7月29日、8月20日、10月のこのフライ会いに行きます。素敵行動力素敵ありがとう。楽しみに待ってるみんな会いに来てくれるの。あと、生誕祭も明日の18時から応募が始まるので、皆さん。 来てねマな推しじゃない方もマな推しの方もお待ちしてます大歓迎です <laughs> ということで切れるまで配信していきますもうちょっとで切れちゃいますねマナは配信終わったらすぐお風呂入りますメールの返信もみんな待ってるねあれこれもう終わっちゃった終わってないよねびっくりした <laughs> びっくりしたまだ、ね、一人で話してるかと思った みんなおやすみなさい